自分たちでやってみようかと投票するところがないと本院に認められたわけですよねすよちゃんと選挙を通ってるんですよ <laughs> 新しい時代には新しい政党がいるんですね1、2、3、4、5 CJ 総合の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日の神谷総平がきこは中谷真一さんにお越しいただいてます。中谷さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。数年ぶりの投資数年ぶり。ということで、はい。お久しぶりで今日はありがとうございます。た。いや、ごちそうごまいます今回はですね、中谷さんが新しく新刊を出されましたので、こちらの紹介をしていただきたいと思って来いました。ミい。魅の仕組みという本なんですけども、これ、サブタイトルが、月神事が予言する日本と世界の未来って書いてあるんですけど、 前も聞いたんですが、はい、新たに見てらっしゃる方もいらっしゃいますんで、はい、このそもそも「洲月真事は「予言」って書いてあるんですけど洲月真事とは何かというところから少しそう,そうですね。はい、まああん,あんまり、まあ、簡潔に言いますと、はい、まあ,あの日本に、えー、近代の日本に降りた、えーまあ、刑示というか、はいまあ、予言みたいな、うん、予言書みたいなものなんですよね。 まあ自動書記っていう形であの勝手に手が動くような、はいえー、現象が起きて、うんえー、スラスラスラッと藩紙に筆で書いていったのを文字のような文字のようでないのような判、えー、読不能なものを、えー、だんだんそ,のそれが、まあ、神様の啓示だということが分かるようになって、はい、明らかになって、はいえー、仲間と共に解読していったらこれは大変なことが書かれていると。はい でそれが昭和19年の6月10日から始まって断続的に昭和36年ぐらいまで続いたという文書なんですけどもそこに書かれていたのがその、まあ、当時は戦争昭和19年ですから、はい、だいぶ日本の戦況が悪くなってきた時なんですがこの戦争が今後どうなっていく、はい、そのあと日本はどう,などういうふうになっていくのか、はいえー、というその流れがですね、えー 結構具体的に書かれていて、はい、えー、今読み直しても、えー、その通りに動いているということで、うんはい、だんだん、うん、私この火付け信じの本を最初に出したのがもう31年ぐらい前なんですけども当時も結構ベストセラーになりましたけども、うん、今また世の中が大きく動き始めて注目が集まっているっていう状況ですね。そうすると今まで あのまず筆記神事というのはですね、はい、予言書と言いましたが、はい、その何年何年に何,ど何が起きるとか、はい、そういうこではないですよ、ね、いちょっと違うんですよ。<laughs> はい、そのただそのいついつどこどこに何が起きるというとこまではそんな具体的なことはないですが、うん、あの流れとしてはこうなっていくよと、はい、必ず。はい、でその今までも大体その流れが当たっていたと。 それは間違いないなと思うんですね、はい、ということはこの先も当たるだろうと、うん、いうことであのこういう世の中がもう大きく変わるよということはもうだいぶ前から私も本に書いたんですけども、はい、いよいよ本当に変わってきたので、はいうん、まあ私自身もあの驚いてるんですが、はい、まあそういう火付け信じをしてた人たちはもうにわかにさばき始めて YouTube やる YouTuber の方とかもなんかいろいろと自分なりに解釈して。 これこれいろんな解釈ができると思うので、はい、私だけの解釈のものではないのでみんなにそういう,どう自分なりにどう読めるかっていうのを自分なりに咀嚼して、はい、そのやっぱり実践してほしいなっていうところで、うん、で私の著作活動が来るわけなんですけどね。はい、そうですねじゃあこのタイミングはこの徳間自然さんからですけど、はい、徳間自然の方から今のタイミングでちょっと出しませんかそううですねやっぱり年年という年が、はい あの根の年だったんです「す、はい、で,、うんね、で根の年真ん中」に前後10年が「正念場」という言葉が出てくるんですけども、はい、まあここにも「あの年」「根の年」はい、根の年ですね「根の年」真ん中にして「前後10年」うん、でその「根の年」はいつの「根の年」なのかっていうのはいつもその問題になってたんですけども前はそのちょうどマヤ暦のね、はい、あの週末にあたる頃で、うん、ええー いいよいよそれが大陶芸だろうって言われたんですけども、はい、特に何もなく過ぎたって、うん、うん、で今度は2020年だとなったんですけど、はい、で2020年になった途端にあの、まあ、ご存知のようにコロナが始まって、うんはい、それで、えー、コロナが始まったと思ったら次にその、えー、ワクチンの、ねはい、問題が起き始めて、うんうん、結構その。 意見がにでせこれが世界中世界規模でいろいろな大騒ぎになって、はい、もう今やあの気軽に海外旅行も行かれないというようなね、うん、その状況になってきて、はいえー、明らかにもう今までの流れとはあの変わってきてると。はい、でそういった中であの今年はロシアのね今まさにやってる最中ですけども、はい、ウクライナ侵攻が起きて。 まさか、ね、こんな時代になってああいう戦争が起きるとは思わなかったけどもやっぱこういうのも一連の流れとしてやっぱりその,対極的に時代の流れをつかまないといけないいいととけ思うんですねその時代の流れを的確に捉えてきたのが火付け神事なので、うん、まずは火付け神事というものに何が書いてあるのか、はい、でこれから世界はどうなっていくのかでそれの中で日本はどういう役割があって、えー、どういう方向に向かっていくのかということを やっぱり踏まえた上でいろいろなことを例えば政治であれば政策に落とし込んだり経済を考えたりとかしていかないといけないと思うんですね。私はそういうまず対局的なところから見て、はいうん、あの分析はあの専門家の人が任せるという、はい、まあそういうスタンスでやっておりますね。うん、はい。はい、いやもう本当にですねあの僕前引き、うん、いただくもう引き進捗を教えていただいて、はい、僕も思ってたのは食料難になるだろうなと。 というふうに直感的に思っていたので、僕も2年前に石川県に引っ越して、仲間と一緒に農業なんかも始めたんですよね。やっぱり食料と水でエネルギーを絶対自分たちで何んか確保するようにしとかないと、なんかいけないなというふうな気持ちもあって、で、そのことが筆記ん事にも書かれていたというふうに、前あ教わったので、本当に今回この本もね、送っていただいて読んだんですけど、改めてそれも書いてあって、本当にそういう状況になってきたなと。そうですね。う あの食糧難が、うん、大食糧難が来るぞということは初期の頃の私の本にも書いてまして「はい、93年に出した火付け師にとどめの戦」っていう本にもそのあの項目を設けて、はい、もう言及してるんですけども、うん、当時はまだねバブルがはじけて間もなくって、うん、全然そんなことなんのかよっていうような、はい、社会的な空気だったんですけども。うん えー、それからまあ30年近く経って、はい、今まさに、うんえー、食糧危機という食糧難という言葉、はい、食糧不足という言葉があ,のあちこちで聞かれるようになって、はい、実際にその価格も上昇を始めて日本は自給率を、ね、高めよう高めようあれほど高めた方がいいって言ってたのにほとんどもう政府がなぜその、まあ、官僚の人たちも。あのはい 一生懸命やってるるとところもあると思うんですよだから一概に批判はできないんだけども、はい、やっぱり政治主導で真剣にやってこなかったっていうツケが回ってきててそれで特に食料の問題なんかは、はい、もう今はなくなったからあの来年増産するとかね、はい、できないじゃないですかでです土地作りからまず始めなきゃいけないからそれからエネルギーの問題もね、うん、日本はその。 結局エネルギーが不足であんな戦争をやってしまったで廃止になってしまったという経験があるのにもかかわらず全然その教訓が生かされてなくてだからやっぱり戦後っていうのは日本は食料とエネルギーを外国に逃げられたままここまで来ちゃったんだなと思いますねだからやっぱり一旦は大変なことになるんじゃないかなという予感がしますね、うん。はい まさにそれが書いてあって、で、ええ、僕の周り結構スピリチュアルな人たちもいらっしゃるんですけど、ええええ、口を揃えて、なんで僕も、別に僕スピリチュアルじゃないんですけど、僕ももう10年以上、15年前から政治家やっててですね、ええ、こういう流れになるよねっていうのを読んでた通りになるので、うん、でこのままだったら本当にもうどん底を見るところまで落ちるぞと。ええ、なぜならみんなが気づかないからですよ。僕は今の賛成党っていうのも作ってるんですけど、ええ、あれも、 作ってすぐ良くなるんですかって聞く人いるんですよ。ええ、この党を応援したら日本にすぐ良くなるんですかって僕はもうはっきりなりませんと。うんうん、今もう落ちてってるんだから、そんなのすぐ急反転できるとかないからそこを打つまで落ちるんだと。ええ、ただ、そこ落ちる過程でみんなの心が病んだったりパニックになると被害が甚大になるから、とにかく覚悟をみんなで持って、とにかく思いある人たちが集まって、そこを打った時にちゃんと反転できるような準備をもう今しとこうという党なんですよと。 言っても、うんうん、そういうなんかこう、えー、軸がないわけですよ、皆さん。えー、だから私この本を読ませたときに、えー、あ、これみんなに読んでもらうと、えー、ちょっとみんな心準備ができるかもしれないと思ったので、えー、今回ちょっとインタビューお願いしたんですよ、えー。あ、そうですか。はい。ありがとうございます。はい。あのー、一応この、火つけしんじがテーマだし、 あのまあ、ジャンルといえば,言えばスピリチュアルとか、うん、そういう精神世界のジャンルの本なんだけど、うん、中身は極めて現実的で逆にスピリチュアル好きの人は、うん、あんまりこうピンとこないかもしれないですね,ですね、はい、現実的すぎちゃってでやっぱりその日本がいかに、まあ、世界と日本がですねいかにその行き詰まってきているか、はい、これからもっと行き詰まっていくという、うん、流れの中でやっぱりその今神さんおっしゃったように みんなその身につまされないとこう実感でできないと思うんですよ今まだ食料はスーパーに行けば買えるしね植えるってこともないから、うん、他人事ですけどうんやっぱりねそのこれが本当にこう日本がいよいよいい方向に変わるというタイミングはですねやっぱりあの神谷さんがやられていたように意識改革ですよね。はいはい、意識がやっぱり、うん 国民の意識が変わらないことには、はい、やっぱりそこまであの落ととされるんだなと思います、はいうん、でようやくその本当に食料がなくなってしまったと、はい、エネルギーも来ない電気代がもう大変なことになっていると、うんえー、というか電気が止まっちゃったとかね、はいえー、あるいはあの中国か分かんない,んないけどもう外国軍のね侵攻というか侵略もあるかもしれない。はい えー、そういったもう国家気球存亡のことが本当に起きた時に、うんはい、ようやく意識改革が、うん、始まるのかなと思うんですね、はい、だからやっぱりその今おっしゃったように当面は悪くなる一方なんじゃないの、はい、っていう感じがしますね。うんそうですね だからねその時に準備がないと本当にみんなね病んじゃうのでそれが来るかもという前提をちょっと持っておくだけで全然やっぱり皆さんの向き合い方が変わると思うんで私はそれを持って意識外科大学もやってきたしただ手をこまねいて見てるわけはいかないんでこうやって政党も作ってチームを作っておけば少なくとも共通理解があればですねいざという時団結できるんでバラバラだとねそこからまたいろんな人が集まってくるから。やっぱりその 火付神事というのは素晴らしい点はですねあの単にその、まあ、宗教書だと、はい、心の平安とか死んだ時のね、はい、あの世に行ったら極楽極楽浄土があるよとかそういう霊的な話宗教的な話で終わるのが宗教であったりするわけですけども火付、はい、神事というのは極めてその現実に関与するような文書なんですよね。はいうん、で えー、それに対して自分でどう火付け信条をどうその自分なりに受け止めて、はいはい、どうやってそれを行動に移して行動を変えてですね、うんえー、何がそのじゃ自分でできるのかということを問いかけてると思うんですよ。はい、で政治というのはまさにその現実的な世界の話だし、はい、やっぱりそのじゃあ実践として何をやっていけばいいのかもちろんその政治から変えないといけないし。はい 政治家ばかり先走ったったてやっぱり一般国民がついてこないといけないしやっぱりこう両方がタグを組んでですね、はい、動いて初めて世の中が変わるわけだから、はい、あのやっぱり政治,政治も変わらなきゃいけないと思ってたんですが、はい、あの結局その託す制度がないわけですよね。自民党になったりもしましたけども。 でいろんな保守,の保守系の,そのいい政党もた生まれたりもしましたけどもやっぱりそのダメじゃないですか、はい、一生懸命応援した先生方も、はい、優秀な先生方も、うん、結局その小さな政党だと、はい、あの注目されずにね、うん、あの沈んでしまうと。はい、でやっぱりその自民党から変えなきゃいけ,いけないとか言って、はい、自民党に入ってっていう, <laughs> そ,う,そ,うそれも確かにそうだなと思いましたけどもや,、はい、やっぱりねその 自民党の中からっってて言もななかか難しいですよねそうするとやっぱりその斬新な考えを持ったですね政党が生まれなければいけないって言った時にやっぱり神谷さんの参政党がね立ち上げてくれたんでもうこれにかけるしかないなと思ってちょうど私の発行しているメルマガでもですねこ間もあも私何も言ってないんですが。 あの神谷さんの参戦等を応援して、はい、躍進してもらわなきゃ困るということで、はい、あのいろんな人に広めてるんですってだからそういう奈良県の人ですけど、はい、そういう人もメールいただいたりとかみんな応援してますよね。 いや、まあ本当にね、こうやって CGS ももう10年やってきたんで、いろ、えーえー、んな方々にね、見ていただいて、おそ、えー、らく CGS 見ていただいた方は、私の言ってることは何も変わってないことは分かっていただいていると思うので、まあでも本当にこういう質疑信者のことを含めて、はい、今ま、ね、で学んできたことが、今全部賛成党に、はい、はい、あの、役立っているので、本当にそれはね、もう私は声が原ですけど、うんうん、私にいろんなことを教えてくださった中屋さんを含めて、えー、この CGS のね、えー、先生方なんで、 皆さんの思いを背負ってるつもりで頑張っていただきたいんですけどやっぱ実践するという段階になると必ず逆風というかですね抵抗があると思うんですよねおそらく。で火付け信には強く押せば強く跳ね返って弱く押せば弱く跳ね返ってくるあるんですけどもやっぱ強く押し出すとそれだけの反動が返ってくるとだからそこでやっぱめげてはいけないと思うんですが。 やっぱりその実際動き出すと大変だろうなと思います。潰そうとする人たちもいっぱいいて、もちろん賛同する人たちもね、ガッと。でもあの YouTube で拝見しましたけど、あの外藤エンとかみるとね、やっぱでも手応えはあるんじゃないですか。はい、そうですね。日に日に人が増えてますね。こんなにメディアでも取り上げられないしね。その中でやっぱりあのそういう。 誠の心を持って訴えれば、はい、ちゃんと聞いてくれる人たちもいるんだなと思って私、私、はい、感動しましたねあ。ありがとうございます。はい。はい、ということで、えー、すいません、なんか僕の話も最後にしていただいてありがとうございます。えー、まあ、今回はね、えー、この、 長谷さんの魅力の仕組みという本をぜひ皆さん読んでいただきたいということで、はいはい、まあ「火付神事」という切り口でありますけども内容は自治的なもので,、はいでね、私はぜひちょっと皆さん読んでいただいて今後のね展望を少し皆さんなりにこうイメージしてもらえばそうですね、はい、その参考になる本だと思いますのでぜひ読んでください今回どうもありがとうございましたどうもありがとうございました